面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして武市半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。